30分トークということで、今回のスペシャルゲスト、狛犬でーす。ありがとうございます。狛犬が来てくれました。知らん、狛犬。狛犬俺知ってんのよ。え、なんで、はい、なんで、そうそうそう、深い繋がりが。坂口トラックね、はい、え、なんで坂口トラックとお前で何があるの。ハマネンとコンパします。今日思い出したんだよな。そうです、あのこの前いつの話、すっかり めっちゃ前だよな。もうコロナ入る前の話。え、なんで狛犬って4年目じゃないの。僕ら4年目です。コロナ入る前って何年目。そんなマジで1年目とかの時。マジです。え、全部教えて。メンツ誰。ハマやねん、お前とトラックくんだよね。はい、何やねん、その3人当たりなんか外れなんか、何そのコンパ。ハマヤネンが連れてきたんだよね。あ、そうです。なんでハマヤネンと仲いいの。僕、まあこれ言うとあれなんですけど、今、うん、元ジャンゴの横山さんっていう方と一緒に住んでるんですけど、ね、飯の動画知らんか。え、横山と一緒に住んで、一緒に住んでます。え、あいつ吉本辞めた。いや、まだ入ってはります。今いい感じだよね、あいつ。すごい、あの飯の動画でな。そうです、そうです。で、まあ横山さんが一回その飲んでる席に僕を呼んでくれて、そこにハマヤネンさんもいらっしゃって、うん、でハマヤネンさんが君おもろいなって僕言ってくれて、なんかその大学生みたいなめっちゃ好きなんですよ、ハマヤネンさん。確かにね。僕めっちゃそういうことするんで。ああ、なるほど。でおもろいなみたいなって連れて行ってもらったりとかしてたら、どうでした。だいぶ先輩やんか、島さん。いや、もうそうです、ね。すっかり忘れてたの。今日だから今日俺らルミネ出番で前説やってたじゃん。あ、そうですね。そうで狛犬だと思ってさ、はい、うん、でもスーツ着てさ、ちゃん、はい、なんかちょっとさピシッとしたスーツ着てさ、はい、でアイスしてくれた時にさ覚えてますかっつって。え、うん、実はあの時それすっかり忘れてて、うん、なんかしっかりしてるか、俺ネタあんままだあんま見たことないけど、毎日しっかりしてた感じだけどさ、うん、こいつさ、うん、本当にさすごかったね。ハイパーコンパ野郎みたいな。なんかそうめっちゃ仕込みまくってさ、なんか腹になんかうまいっすけどね。なんかここに乾杯って書いて。いやいやいや、こいつやばい。で、ハマヤネンチルドレンなんで、それぐらいしないと。だから古いって。そんな感じ。俺らの時代にもおらんかったよ、そんなやつ。そうそうそう、盛り上げるためならなんですよ、やっぱ。だからその印象があって、まさか狛犬の坂口トラックだと忘れてたもん、完全に。あ、そうだったんですか。なんかちゃんとしてる感じやん。僕もこの話を結構前に聞いて、うん、そのタイミングが完全に思い出した、うん、え、これ大丈夫だと思うんですけど、うん、そのニューヨークさんのコントで、うん、そのあ、コンパイしてるお二人、仕込みまくってるみたいな、仕込みまくった二人がやるってことがあって、うん、その動画見せられて僕が、うんうん、いや、これ実は、うん、多分俺のインスパイアって。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あれはで、実は完全に僕なんです。昔島さんとコンパした時に、あ、俺がボケなくったんよ。そうではないので、もう多分あれで、もうまんまあの時のコントやってるお二人がもうまんまその時の坂口らしくて、いや、あんなことなってた。はい、だからあれはだから多分僕のを見て島さんがこういうネタやろうって。確かにそんくらい、なんか何やってたっけ、もう覚えてないけど、すごかったの、マジ。コンパ盛り上げるためだけに生まれてきた。それいつ培ったの、そのコンパので。僕も大学生、ああ、まあ、大学6年行ってたんですけど。だって今何歳よ2人。僕は26で、こっち2個上だ、28。あ、こっちの方が上ないやん。全然若いやん、はい、はーい、いないって今。大学時代そのコンパ仕込みまくってた。はい、あの関西大学のフットサルサークルに入ってたんですよ、うん、あ、関西大学なんや、はい、フットサルサークルでもあの合宿で沖縄行くけど、うん、まあ、ボールは持っていかへんみたいな。あ、いいね、そういうサークル。いいね。丸いものはもうあの焼酎の丸しか持っていかへんみたいな。そう、結構やったじゃないですか。そういうのがあったんです。そうですね、なんかそう、当時の写真とか見せてもらうと、ほんまにその絶対芸人にならないようなタイプの人間なんですよ。全部写真も当たり前にも髪の毛金髪やし。あ、で、そこに6年行ってた。6年行ってました。でもそのちゃんとその、なんていうんですか、そのキャッチとかもやってましたし。天下ちゃんとね、ちゃんと、はい、え、いつ大学で。三軒茶屋で、はい、あ、三軒茶屋、天下茶屋で、はい、ああ、やってたんや、はい、ああ、じゃあ最高やな、大学。いや、そうですね、もうなんかいろんな人が思い描く大学生活を、うん、え、で、串野くんは頭ええの。いや、僕はその短大なんですよ。あ、そうなの。はい、大阪芸術短期大学っていうところで。だってさ、夏目1年生とコンビ組んでたやん。あ、そうなんです。あ、そうです。で、灘ジェニーやろ。そうですね。え、それって灘高やから灘じゃないの。あ、出身が兵庫県の神戸市で、その中の灘区ってとこで、うん、あ、灘区のだけ。灘区のだけです。あ、灘高じゃないよ、俺灘高やと思ってたかって。灘じゃないって。六甲アイランド高校。そんな高校なの。え、嘘やろ、
アイランド6号ゲームの中に出てくる高校じゃないですか。6アイランド高校です。そのあの効果あるじゃないですか、うん、効果3番がマリンブルーから始まります。ほんまこれほんまなんですよ。あ、そうなん。あ、じゃあトラック君の方が高学歴なんで す、 あ、そうです、ね、全然高学歴です。あ、そうなんや。高校も全然普通の六甲山の高校っていう普通の、はい、まあでも意外と普通の高校なんですよ、うんうん、バカな高校とかじゃなくて割と進学校で、うん、普通やからこそみんな人気みたい、うんうん、でそっからとりあえず親に芸人やるなら大学行ってくれっていうので適当に入った大学って感じ。え、夏目1年生のは高校の同級生なの。六甲アイランド高校の、あいつも六甲アイランド高校です。で、あいつは何してたの。大学行ったの。あいつは大学、あいつは関、あ、そうです、え、関大を目指して落ちましたね。落ちて落ちて、まあ、なんか神戸の大学行って、はい、はーすごいな、同じ木で入ってくるってな。同じ同級生が、まあ、癖挟んで大学挟んで、はい、でも組んで入ってきたの。あ、その、ここと夏目のめちゃくちゃ複雑なことしてて、うん、高校の時に夏目とハイスクール漫才そうやそうや。を目指して高3の時にやり始めまして、うん、でハイスクール漫才に出て、ええ感じやった。で、まあ2位、全国2位。え、すごいよ。めっちゃすごいよ。まあその当時は確かにもうめちゃくちゃもう楽しかったんですよ。でもう絶対プロなのってなって2人で大阪で、うん、NSC に当時は行かなくてよくて、うん、一般っていう制度があって、うん、一般36期として2014年に1回デビューはしてるんですよ。あ、もうオーディション受かってデビューしたんで。そうです。そっか、2位だもんね、全国。うん、そっからオーディションまで行って、うん、でその時に普通一般って結構煙たがられるんですけど、うん、まあ、一般でオーディション受かったやつおるってなって、うん、だから今その壁ポスターさんとか、うん、そのダブル東さんとかが、うん、もうその時結構仲良くなっちゃって、ほうほうほう、同期やから。そうなんです。その時同期だったんで、で僕らは解散、すぐ1年ぐらいで解散して、でその当時のルールでもう解散したらその吉本じゃなくなります。学生しながらやってたってこと。そうです。ーオーディションだから、オーディションだから、もう次、入るときはもう NSC に通ってくださいってなって、うん、まあ、それ分かった上で、うん、まあ、夏目と解散しまして、うん、お互いフリーというかなって、うん、でどうしようかどうしようかってなって、とりあえずお互い大学行って、うん、まあその時も夏目と全く連絡取ってないんですけど、うん、で僕らその気持ち悪いのが、うん、なんか関西特有なんですけど、うん、高校生芸人みたいな、うん、があって、まあ、こっちで学生芸人的な、うん、その周りがみんな仲良くて、うん、その仲良い奴らがみんな東京行くっていうので、うん、そのタイミング合わせて一緒に東京来たみたいな感じです。え、そのいろんな芸人と一緒に来たの。そうですね。そうそう、誰、今で言うと魔石の徳原旅行って分からん。でも R1 とかで結構準決勝されるんですけど、人力車の竹内図っていう、はあはあはあ、竹内、我慢の助の方です。はいはい、ちっちゃい方や。我慢の助、はい、ちっちゃい方とか、あ、その辺とつるんどったんや、学生芸人として。そう、つるんでて、で、ちりぢりね、いろんな事務所行くんや。そうですね。で、またナダジェニーでやろうぜってなったんや。そうです。その4年間空白の間にまあちょっともう一回を東京でリベンジしてみるかみたいな。はい。で、大学卒業の年です。まあ僕は短大なんで2年フリーターやってから、うん、あいつが大学卒業もあって、まあ当時はサイクロンって名前だったんですけど、うん、全部組み直してナダジェニーって組んで NSC 入って、はい。1年やって、2位になってまた解散してって感じ。なるほどね。そっからの4年間は本当にずっと解散繰り返してて。あ、いろんなやつと組んでたんや。で、こいつも1回も組んでるんですよ、1年目のところ。へぇー。悔しい。え、トラック君はどうやって入ってきたの。僕そんな最高の大学生からさ、はい、なんで東京の NSC 入んの。え、僕大学6年行ってで、あの6年行ったんですよ。6年行くよ。まあ留年したんで2年、うんうん、楽しいもんな。はい、金髪の女と酒飲んでたら留年しました。普通にこれからだもんね。これはもうそうですね、あの時酒飲んだからです。もうで留年して、うん、まあお笑いやりたいなってもともと夢ではあったんで、うん、やりたいなってなってたんで、でその当時ドラマで、あの何でしたっけ、吉高由里子とかがやってる、うん、あのなんかタラレバ女みたいな、うんうん、僕は6年生の時やってて、タラレバ娘、タラレバ娘、うんうん、それ見て僕東京行きたいってなったんですよ。きらびやかすぎて。あ、そんな感じのドラマ。はい、東京がよく見える、東京いいなってなって、で東京いいなでお笑いやりたかった、掛け合わせたらNSC 東京の24期入ってました。ああ、なるほどね、はい、ど大学出て就活とかもなく、もう普通にも、まあ、一応就活して、あでもまあもう違うなってなって、まあまあ、はい、でこっちでいろんなコンビ組んだりしてたってこと。そうですね、解散して、そうで、ね、あで組んでまた解散してみたいな。そうです、これも1年目で組んで一瞬で3ヶ月ぐらいで解散して、あ、はい、まあ、一瞬でまあまあちょっと違うなと思って。そうです、まあ仲悪かったとこもあって解散して、その後僕もう一回夏目と組んでるんですよ。ああ、そうなんや。だから珍しい、なんかちょっと変なんです。変わってんのか。いや、まあ
まあ、で夏目と組んで高いね意識が多分あで夏目と、うん、これが言ったら3回目の結成になるんでこれはさすがにもうやめようってなって、うん、同期のその紅葉ザウルスっていうおねえを入れまして、うん、トリオでやりましてあなるほど形変えて1人入れて、はい、これ、ね、だから2人やったらもう絶対もう無理やなるほどねこれ1人誰かいる、うん、で1人もそのなんていうんですかやっぱもう僕らと全く真逆の人間入れた方がいい、うん、ってなってその紅葉ってこう入れましてでも結局やっぱうまくいかず1ヶ月ぐらいで解散して、うん、それももう1ヶ月とかで解散しましてそれ毎回君がなんか言うんかいやでもないそうはないんですよこれも意識が高すぎるんですよだから求めるんやろめっちゃなんかもうそのつまらん学生生活じゃないですか言ったらその高校の時からお笑いやってるっていうああ何それと思って。いつからやっとんねんお笑いをその頃は女の子とかと遊んだりその子供っぽいことせんかいと思って、まあ、確かにその、うん、全然真逆ではありました、はい、人間の気質的には一緒なんですけど、うん、そういう学生生活は全然遅れてなかったんで短大やったんでもう全くその飲み会とかも一切なかったですし、うん、2年間ああなるほどねもっとストイックにやろうぜっていう感じまあそうですね1回目の解散の時もまあそうですね、うん、僕が結構やっぱり言っちゃってあもうそれでついていかれへんわってなったんですねでもなんかその琴羅周りのさ、はい、スタンド FM とか聞いてるとやっぱ串野くんは多分相当できるやつ系の、うん、たまおるやん同期、うん、そっち系の感じなんやろかするなもうナダジェニーはやっぱ伝説のコンビらしいからやっぱ俺は20分前説の時にさ最後さルミネーゼ吉本16時の部スタートでーすを全部書く全部ルマジそれルーから噛みましたラーって言っちゃいましたマジおもろかったわねあんな髪型初めて全部噛んだよねルミネザヨシモト全部楽しのもスタート 何が始まったか分かってるお前も何も言わないですよいやいやいやもう僕マジであそこまでに行くまでにルルルルルルーって音楽鳴り出してこれで出んのこれで僕びっくりしすぎたんですよもうニューヨークさんトップやったんでもうふわっとした感じめちゃくちゃなんかダメ出しじゃないけどダメじゃないですよこの回の前説はこうしようこうしようと前説にはないぐらい打ち合わせしてめちゃくちゃ言ってきてああほなまあそうしようで1回目の時お前これこう言ってたけどそれ俺どうやって突っ込んだらええねんやめてそんなんあごめん前説から結構もう聞いたいやこれ厄介やなそうなんですよ結構しんどいな、まあ、タイプだよねそれまあまあだからまあストイックストイックですね、まあ、バランスだからねはいその引っ張ってくれる方そうなんですよ僕は結構怠惰な方なんでそうそうそうねああそういう感じなんやなはいでやったらやったらもう最後よよ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 よはあ、びっくりした確かにでも1年目の時は僕もひどかったですしこいつもやっぱね1年目なんで、まあ、あのその当時のやっぱその華やかな大学生抜けてないでも LINE とかももう平気で15時間帰ってこないとかああだらしないめちゃくちゃだらしなかったですそれはもうなるほどねでも1回でも僕がネタ合わせしたいっていう日があったんですけど、うん、で前々から遊ぶ約束があるなら言っといてくれってで、できひんって前々からおへそがいいからっていう約束をしてたんですけど、うん、じゃあ今日この後何時からなってたらごめん先輩と焼肉行くわ先輩には可愛がれるんだねえそめちゃくちゃ可愛がれるそうやろうなかまやねんさんそういうこともしかもなんかその上の方ああそうなんだでそこでもう1回もがっつり喧嘩になりましてなるほどなそれはこっちからしたらなそうですもうネタ合わせしたいもんなでも相撲取って2人でどういうこと無限大の裏の駐車場で相撲取ってどういうこと危ねえよ駐車場で相撲駐車場で相撲取っていやもう手とか出しちゃったりしたらこの傷怪我になるんで そろそろで相撲で落ち着かすどっちが言うの相撲ってあまあいやでも互いに相撲でした同じタイミングで僕は相撲しかないってなって、はい、相撲して僕がこいつ投げ飛ばしてあ強いんや体大きいもんな、はい、そうですでも筋肉めっちゃあるやんトラック君もいやでもこれはもう結構なんていうんですか使い物にならない筋肉というそうなんや結構はい広い広い盛り上げるためだけの筋肉居酒屋用の筋肉盛り上がる体してるんで除去を持つためだけの筋肉それ盛り上がるんだよあ相撲では使うといやだいたい明るくなるだいたいそうやってまた呼んでくださいただってそういうもんやねなんかいい締まり方してるから明るくなる締まり方それでもう投げ飛ばしてもう若いいやもうそれで解散しましょう解散した。それが最後です。最後の終わり方。はい、最後です。アホすぎるじゃん、相撲。いや、もう相撲したいよ。投げ飛ばしたかっただけじゃん。そうですね。もうで、膝とか血とかも出ちゃって。僕はい、もう血のパン破れて、ここが血出て。で、次の日ドトール行って、もう、さすがにもうやっていいから。いや、だから、相撲せんかったらよかったやん。いや、もう、でも、なんかで、もう。
でも組み直してから今狛犬めっちゃええ感じやん。そう、もう24期のさ新寮出たやつなんでもうザコしかおらんくてよ。M1 とかもう狛犬しか受からへんねん。俺はずっと追ってたけど24期を。大したことないなあいつら。そうですねとは言いづらいですけど。そうだね、もう狛犬よ今は。狛犬だってね、あの動画で俺見た気する予選。あ、本当ですか。見てなんでだって髪型漫才文芸賞取ってる。いやそうですよ。あ、この間。はい。おお。ルミネの壁にも貼られてました。貼られてるよな。はい、今日確認した。はい、確認しました。結構追いついてないですよ、もう自分の中。わけ分かってないです。いや文芸賞やから。すごいメンツ。まあ、話題賞取ってるからね、こっちはね。まあ、もう一個上とか初代やろな、俺が。初代話題賞。初代話題賞。多分初代話題賞。髪型ね、漫才で。何と思った最初、話題賞。話題賞。うん、でも文芸賞取ってるから。まあまあ、次話題賞。実力者やねん、狛犬は。組み直してからは、じゃあそんなごちゃごちゃしてないの？全く。そうです、ね。どれぐらい組んでから ?2 回目。うわ、去年の8月に組んだ。え？でも半年ぐらい。え、じゃあ組んで3ヶ月ぐらいでも M1。やってたってことあれ？そうですね、すごいな。 あの感じの形はもう昔からやってた？いや全然、もうあれは組み直した時に何か見つけないといけないなってなって。早いな。でもすぐ OK した、組み直した時に。確かに。どっちか言うの？あ、まあでも互いになんか。そうやねん、互いにって。なんかもうそうですね、もう本当に24期分かりました。そう、24期見てもらったら分かると思うんですけど、うん、もう誰もいないんですよ。あ、新料理の組んでるし。いやいや、まあ田中も増村もその時フリーやったんじゃないの？田中さんですね。それは屋敷さんとか、ニューヨークさんたちがお前もしてるだけなんで。俺の子ですよ、正直。申し訳ないです。もう口を紡ぎます。いや、あんなおもろいやつおらんよ、マスブラな。めっちゃおもろかったです。見ないですよ、田中とマスブラツイッターで一回も。何でも来ないですよ。だからあいつらも多分クリスマスのやつでもう一旦もう入学卒業したんですよ。確かにあいつはもう何も動かんくなって。何も動かんくないし、僕も結構やっぱ追ってたんですけど、何も動かんくなったんで、まあほんまいなくて、でたまたまなんかご飯行こうかみたいな感じで行って、はい、いやどうするよ俺ら4年目でも解散し繰り返して、あで、まあ、そっからほんま、まあなんか付き合うのと一緒じゃないですか。あー、まあね、うん、あなんか互いにお互いもうこいつしか残ってないなみたいな感じあったんや。で、言い直なんか言うのは恥ずかしいけど。でもゴヤは解散してる。最近ゴヤは1個したやん。ゴヤ1個したんですよ。はい、1個したから、はい、そうか。いやし、最近解散してもそのここが解散しないと組めないんです。そう、解散する方向に持っていかそうとしないでください。まあまあ、仲間じゃないですか一旦。びっくりしてください。急にびっくりした。あ、でもそうか、はい、こっちやっぱいいなってなって、うん、まあそうですね。こいつのコンパはどうやった？いやもう俺覚えてモテてたこいつ。いやモテてたか分かんないですけど、その嶋佐さんが狙ってはる女性がいて、うんうん、2軒目でも嶋佐さんも結構ペロペロなりはってあれなんですけど、この距離で女の子と喋ってました。しかも、いやもっと巻き込めってずっと言うてるやん。嶋佐さんの狙ってはる、お前ずっとコンパでこうやって喋るやん。1軒目はみんなで楽しかったよね。あ、1軒目はもう、はい、1軒目はもうそういう風になってたな。キャバクラでは楽しかったよ、最初は。うん、ああ、ドラマ始めすごかったから。やっぱり。どんなやつか覚えてないけどな。もうなんかここに肌に書いてたのだけはやっぱ覚えてる。やりましたし。めっちゃおもろかった。店とかもめっちゃ気ぃ利かせたところを僕は。あ、トラックがもう全部仕込んでんねん。はい。めちゃくちゃな店だったよね。いやいや。バスタブ。バスタブ。すごいやん。いや個室で。それマジの芸能人がコンパするようなところ。いやでも本当に入るとかじゃないよね。そうですね。オブジェでね。あ、オブジェとして一番しょうもないオブジェで、オブジェバスタブが一番いらんやん。で、はい、入ってなんぼやん、バスタブなんて。いやいや、そんなあの渋谷なんかどっかのね、はい、全然普通に居酒屋いっぱいあるところの、はあ、見てるだけでやっぱ、はあ、そそられるんで。で、ハイボールは普通のハイボールじゃなくて、中になんかちっこいミラーボールみたいに入れて、そのピカピカのハイボールが出てくる。マジでしょうもない。いかんわ芸人が外。セッティングさせてもらいました。あーあー、なるほどな。そうです、それもトラック。そうか、はい、でもその串の子はやっぱさ、はい、診療とか見て結構さガッカーなってたもんな。マジでもう、でも全然トラックはもう何も興味なさそうやったもんね。正直そうなんですよ、ね、何もだから唯一見てないです診療も。ああそうやよね。それボケみたいにしてたんですけど、うん、僕ボケやと思ったんです最初。
でいつみんなやろうと思ってたら、うん、ほんまにミーヒマも配信終わっちゃって、はい、あやられるボケじゃなかったんだ、いやちょっとあんまそこは興味ないよな。そうですね、リョウともそんなに、うん、僕リョウとあれが盛り上がった時、新リョウが盛り上がった時に、うん、リョウとの思い出ないかなと思って LINE を振り返ったんですよ、うん、あそれはやっぱみんなその際一応、やりますよ、あそうなんや、はい、一応24期やから、はい、そうです、いつ声がかかるか分かんないと思って、そうです、はい、でも4年ぐらい連絡取ってへんしなと思って、うん、リョウとの LINE 見たら、うん、毎年なんか取ってて、おでなんか誕生日おめでとうって毎年送ってきてくれて、で僕もありがとうみたいな返してたんですよ。でも僕リョウに興味なさすぎて、それ、うん、その大学の時の後輩の岡村リョウくんやと思って返してたんですよだから記憶になくて毎年 LINE くれてる、いやかわいそうだ、岡村リョウじゃなかったんやと思って、いやかわいそうやわ、これ同期の小田のリョウやったんやと思って、それぐらい興味なかった。リョウは一番トラックとかと違うタイプやな、その大学でもギャーみたいな、真逆だね、はい、だでも別に嫌いじゃないんやろな、トラックくんのことは害もないし、そうそうそう、多分リョウ自体僕ら二人は多分全然何も、でも岸野くんは仲いいの、なまあ仲いいですね、ずっとクラスが一緒やったんで、あそうですね、でも寮には出してくれとはやっぱちょっとなんか言えなくて、うんうんうん、でそれこそ金魚番長とかにも、うん、どっかのタイミングで名前出してくれへんかみたいな、フリ、まあ、特にフリチが仲いいんで、ちょなんか分からへん、分からんニューヨークさんじゃないんか、奥田さんの方か言うならとかもいろ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 やって、なんか出たかったんやな、とにかく口の中が結構熱かったんだよ、新業に対して、こういうやついるよ、いるんすよみたいな、アホなふりし無理とかも、でもなんですか、僕らきっとほんまにそういうなんですかね、もうみんなで一丸となるみたいなのないんで、無理無理、言えない言えない言えない、いいじゃん別にみたいなんで、古市も突っ張ねられてで、なんかそのクリスマスのやつもなんか量が近づいてきて、うん、絶対1個前には出すからさ安心してね、あいつにキャスティング権あるんですか、ね、ないないない、もうさすがに言いました、いやお前キャスティング権ないやみたいな、いやないけど言っとくよって言われて、いや一回も聞いてないですよ、そんなこういうことなんですよでも狛犬出したかったね俺はね、なんとなく、そうなんですか、いやその診療をすごい見てくれとる感じもあったし、見てない感じも面白かったから、でもちょっと漏れたというかね、人数的にもうしんどいなってなって、確かにそう、診療診療しすぎても、あんな松村と喧嘩すると思ってなかったからマジで最初は診療診療しすぎてもなっていうんで、だから30分トークに呼ぼうっていうので今回呼ばさせていただいたというか、そう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 、そうやな、そうですね、だからえまあまあ思ってましたね、亮が絶対にそのクリスマスのやつ僕ら押してないってのは分かってましたねめっちゃ言ってましたよね、じゃあマスマルとか出るなら絶対コメント出た方がいいから、いやいやもうやまあ分かってました、どうせ言ってへんやろなって、で僕らにそれこそそのニューヨークチャンスが舞い込むの絶対一番、このまずこの放送を一番嫌がってるのはまず亮なんで、でなんでやっぱ動機がめちゃくちゃ好きですよ、二人のこと好きなんですよ、僕らの好きなんですよ、でもいざやっぱこうなっちゃうとでも今これまた新しい量とかもやりたいんで、そうですね、まあ、そりゃそうやわ、そりゃそうやわ、もう本当に、はい、そうやな、それはもう僕らで同期ライブ売ったんですよ、その診療が全て終わってから、アフター診療、見たよ、アフター診療もちろんご覧になってくれました、でその量がまああんな感じでウェ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 って言って、うん、まあ、ちょっとまあ僕らの実力不足っていうのもあるんですけど、うん、ちょっとこうなんかあんま盛り上がらなかった、もうだってみんな無理やり喧嘩してるそのなんか失敗みんなみんななんかその診療っぽくせなあかんと思って仲変のに無理やりなんか釧路くんとかもなんかそれで言ったらみたいな、まあ、そうっすよ、いや僕はそれでいいと思ったんですよ無理やり喧嘩してなんぼやと思っていや僕は出てないやつを 100% で演じ切ったんですよ、はい、正直もうその時何も思ってなかったですそうやろな、でもいや俺は出れてないんすよみたいな感じで言ったらみんなみたいになってもう何こいつらってなってもうええわってなってライブ終わってからもう支配人に怒られえ怒られたもうちょっと盛り上げないとダメだよもう4年目だよねもうなんか僕らそのあれは厳しいねトーク禁止だ俺あんま、はい、トーク禁止トーク禁止です今も24期の一応新しいトーク禁止ユニットライブが始まったんですよ、はい、これ東京で聞いたことないもうトーク禁止たまに大阪でそういうさ支配人厳しいからそれトーク禁止もうトーク禁止企画やるってなったらトーク禁止ジェスチャーがモノボケか僕らもトーク禁止だ変な喧嘩しちゃった、はい、トークした方がいいけどトーク禁止やでこの間つい先週もう同期ライブやってまたやったんや、はい、でトーク禁止なんで企画ライブ普通にコーナー、うん、もうあの何ですかニーズとかでやるようなコーナーみたいなやって量とかを全然そういう感じでは出なくてみんなで24期でコーナーを楽しむってやつやったら大成功
もう大成功、大成功してます。ああ、はい、それはまあ、その実力はあるもんな、そのちゃんと企画やるぐらいの、まあ、大成功でもないです、まあ成功ぐらいです、ほんまにちゃんとできたってぐらいです、ほんまに、はい、でも僕らからしたらもう快挙です。今まで一回もうまいこと言ったことないんで、はい、あ、ちゃんと同期ライブ、はい、ちゃんと、はい、それ誰がおったの同期ライブは、金魚番長、うん、僕ら、うん、であといちご、うん、で、鬼プリン、うん、で、それあと一個で出れてなかった、もあ、もえは今日出れんかったのか、うん、そう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 、じゃあアロハペンギン、アロハペンギンです、うん、え、コトラ、あ、ごめんなさい、コトラです、あ、びっくりした、ごめんなさい、大丈夫です、そら大丈夫やわ、そらこのメンバーやったら大丈夫やろ、そらこのメンバーじゃないです、ほんまに普通にやって、あー、なるほどなるほど、じゃあ今トーク禁止になったんだ、トークは禁止です、トークは禁止なんだ、聞いたことない、変な喧嘩するからさ、やっぱその24期診療のやっぱ毒というか癖がね、抜けるまでは一回トーク禁止した方がいいかも、禁止です、はい、喧嘩しちゃうもん、喧嘩せな盛り上がらんと思う喧嘩禁止でいいじゃん確かにな、トークの腕に鈍るよ、そんなことしてるの、大丈夫です、もうトーク禁止です、ただトークやり始めたらやっぱ喧嘩になっちゃうんで、そうなんです、僕らはもうなんかそのゲームコーナー行く前もちょっとトークしたんですけどやっぱもうお客さん誰も笑ってない、早ゲームしてくれみたいな感じそれだいや24期だけトーク激弱いなってまうぞ、そんなことしてたら、いやもうすごい兄さん方が来てくれるとかじゃないと、そうやね、いや喧嘩はやっぱ兄さんおらんしちゃダメよ、やっぱそれそれやっぱりでちょっとねやっぱ怒ってたと思いますよみんな、あ、寮であんだけ売れてとか、もう結局その、まあ、絶対的にそうですけど、まあ、ニューヨークさんおかげじゃないですか、いやいやそんなことないけど、でもやっぱ一人、いやそうです、普通のやつおらな、いや、やっぱ15期も年に1回さ年末にライブやってんだけど、平気でやっぱ10年目くらいの時に滑ってた時やっぱ全然前のこと言うかない、やっぱ10年目くらいの時でみんなあれ同期ライブってみんな実は悩んでるよ、あ、まず、うん、かかっちゃうんだよね、やっぱかかっちゃうし、舐めちゃうし、あそれもあって舐めちゃう、その俺らの方が上やろって思いながらみんないじり合うから本当良くないのよ、僕らもその感じで出て何にもできなくて、うん、もうやっぱ何もできんなって終わりましたね、あ、MC がね、ちゃんと俺も中立の人、確かにな、ハマーネン会ってる、ハマーネンさんちょっとあの今キッチンカーやりだしてから全然会ってない、あ、そうか、忙しい、てか誰が仲いいの、その今はトラック君は、まあ一緒に住ましてもらって横山さんとか、あ、そうかそうか、まだあんま上と絡まへんか、まあそうですね、だから、はい、それこそこの間の文芸のやつで初めてそのオズワルドさんとか、ああ大阪泊まりやし、はい、あ、でもそうですね、きっかけというか一番初めに僕らおもろいって言ってくれたのはユニバースの川瀬さんが、ああいつはよう見とんな、分かったよ、 それこそ M1 の動画見て、あ、 M1 動画ね、はい、あから神保町の、まあ、仲のいい社員さんとかにこう連絡を取って、うんうん、あいつらおもろいなみたいな、確かに今年は狛犬だいぶ熱いよね、いや来てほしいです、いい感じやね、そうっすね、まあ頑張りたいとこです、うん、でも、はい、2人ともどういう感じやん、そのもうゴリゴリの漫才師みたいな感じや今は、そうですね、ネタ、トラック君って誰好きやったの、僕もともとですか、うん、空手家の入江さんいやいやいや、大好きショックだった、やっぱ入江さんが退社した時は、はい、そうですね、目指すべきところだったんで、いやいやいや、一回も会われないまま、そうです、一回もお会いできないまま、でも狛犬全然今もうほんま M1 戦士になりかけてるやん、完全なる、その濱家姉さんと一緒に飲んだりとかして、うん、そのこっちでつながり作っても売れることはマジでないって気づいたんですこっちから路線はマジでない、コロナもあったしな、はまあまあ、あ、今そう軍団みたいなのもないしな、まあそうですね、あ、やっぱネタ頑張んないと、あ、よかったねっていう風に気づいて、よかったわ、ちょっと今そうですね、頑張りました、ガチの子はもうそっちやろ、漫才ファイターやろ、いやこれが、うん、結構誤解されてると思うんですけど、ほんま僕テレビ出てたら何でもいいって思う、うん、あーそうなんや、いや本当に全然そのストイックマンみたいなやってるんですけど、うん、全然そう周りがやらないだけです、ね、あ、めっちゃ酷ですよ全然、あ、ストイックさで言ったらそれこそ夏目の方がストイックでした、あ、そうなんや、なんなら僕その解散も夏目のそのについていけなくて、おもろ、あいつそんな感じなんや、いやもうめちゃくちゃすごいそんな感じするえらいなあいつ、で僕はその夏目のやってるもんな、夏目の中のその教科書が僕はもうあるんで、うん、新しく組んだ坂口とか見ちゃうと、うん、考えられへんと思っちゃうんですよね、はあ、そうなんや、そこで誰とやってもうまくいかなかったみたいなところもあるかもしれないです、あ、うん、夏目くんの影というか、そうですね、があるから、ずっとまあないものねだりでこの4年進んでっちゃった、はあ、ね、じゃあ別にコントでもええんや、あ、でも、うん、あ、そこは漫才がいいってのはありますね、あ、まあ、でも何困難を漫才で困難がしたいとかは
1ミリもないです、うん、だからね、その時思いついた面白いものとか、うん、とかもそれこそ先輩芸人さんがやってるのを、まあ、分からんように盗んで似たようなやることも全然やってました。あ、それは若い時は。あ、まあそうです。1年目の頃とかはまんま島振り明星さんとかやってましたけど、坂口がもうせいやさんみたいなので、はい、確かに。ほんまやわ、霜降りみたいに見えてきたわ。なんか、まんまやってました、ね。やってまして。はぁ。で、その時に組んでる時にちょうど M1 があって、うん、で、M1 が1回戦通ったんです、僕ら。うん、で、あれ、ホームページに写真載るじゃないですか、うんうん、で載った時の写真の、うん、その串野の手がこうなってたんですよ。危ない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 よそれ。危ない僕 すごい危ない橋渡ってて警告だったり。島振りさんが初めてのお使いってネタあったんですけど、うん、僕ら今年のその勝負ネタが初めてのお使いやってたんですよ僕今年の。そこはちょっと不器用で。あ、でも今は完全もうオリジナルの感じになったもんね。 そ, それじゃないとあかんなってさすがに気づいて。なるほどね。いや、ちょっと面白いね。面白いな。これは24期引っ張っていかなあかんし、またちょっとリベンジコンパ。いや、マジで行かせていただきたいです。いや、ほんとお願いしたいです。お前もその頃よりはちょっと、金もあるし、俺、もうガチバスタブというかさ。ガチバスタブ、ほんとすごい。どこにあるか知らないけど。ガチバスタブ。金はもう糸目つけんから。あ、わかりました。じゃあちょっともう。最高のコンパ。はい。でも前ももう4年間いろいろあったわけやから。そうですね。もう全部出そう。仕方もう、はい。で、浜やね。浜やね。行くか。いや、絶対行きましょう。最強コンパ2023。トラックすごいから、何も覚えてないけど。すごかったら何も覚えてるんだろ、マジで。いや、だってなんか、久しぶりに見たわーって言ってましたもん。なんか僕がそれやってるの見て。あの頃の小畑や。あの結婚する前の小畑ぐらいのね。何やってたかな、何やってたかな。いや、僕も覚えてないですよ。もう、ちょっと、はい。でもなるほどね。お二人のあのコント、コント、あの、いや、あれ違う、ほんまにします。あれ多分俺が言い出した気するもん、ネタ。うん。覚えてないもんだって、実際。体にも、体に文字書いてると逆にやったら。やったらまんまやもんな。ということでございまして、狛犬またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。